皆さんこんにちは、ダンテムです。僕はね、今高知県にある高知日産プリンスさんの方にね、遊びに来させてもらってるんですけども、これなんでかと言いましたら、僕はね、通常はフリードスパイクや7枚の刑事乗っていろんな場所をね、車中泊ったりさせていただいてるんですけども、その僕の動画をね、見ていただいていた高知日産プリンスさんの方から直接ね、お声がかかりまして、ぜひね、うちの試乗車の方で車中泊旅をね、してみてほしいというふうにお声がかかったんで、今回こちらの方に来させていただきました。試乗車なんてもうただ乗って運転するだけでしょっていうふうに思われるかもしれませんけども、高知日産プリンスさんの方はね、なぜか車中泊に相当熱い企業さんでして、車中泊が可能な車両を用意されてて、そちらをね、試乗体験車として無料で貸し出されてるんですよね。で、例えばね、こちらのセレなんですけども、中はね、こんな感じでフルフラットで車中泊仕様になっている車両であったりとか、あとはね、こちらのかっこいいキャラバンなんですけども、こちらもね、内装はがっつり車中泊仕様になっていて、通常ね、レンタルキャンピングカー借りたらね、何万円もするところを無料で貸し出しされてたりするんですよね。で、どれにしようかなというふうに悩んだんですけども、今回ね、ちょっとピンとくる車両がありまして、それがこちらの車両で、こちらはね、日産の MV200 という車両なんですけれども、こちらもね、内装ががっつり車中泊仕様に改造されたものではあるんですよね。で、僕はね、こういったね、バンタイプの車両ですね、での車中泊はしたことがなかったんで、こちらがいいですというふうにね、お願いしたら、心よくね、お貸し出しいただくことができましたんで、今回は、高知日産プリウスさんが体験試乗車としてお貸し出しされている、このね、MV200 で高知を巡る旅に出かけてみたいと思います。で、ちなみにね、こちらの車両も、中はね、とんでもないことになってるんですけども、車両の紹介の方は後にして、早速ね、車中泊旅の方に行かせていただきたいと思います。はい。はい。じゃあすいません、お預かりします。はい、お願いします。行ってきます。いらっしゃいませ。よし、じゃあ行きましょう。行ってきまーす。ありがとうございます。行ってきまーす。行ってきまーす。はい、ということで、ね、出発です。今ね、高知の街中を西に向かって進んでます。で、今回はね、2泊3日も車両をお貸しいただけたんで、どこに行っても大丈夫なんですけども、実はね、高知には仁淀川っていうね、すごい綺麗な川があって、そちらの川の方はね、キャンプできる場所がすごく多いんで、今回はね、1泊目は、まずはそちらの方で車中泊をね、させてもらおうと思うんですけども、どこかでね、今夜の食材を買っとかないといけないんですよね。と思ったらね、目の前にね、業務スーパーではなくて業務用品スーパーっていうね、とても魅力的なお店がありましたんで、まずはね、こちらの店舗さんに寄らせていただいてから、こちらでね、ちょっとね、買っていきたいと思います。おー、運転しやすい。はい、駐車バッチリです。一発で入れました。よし、ということでね、店舗内でね、お買い物行ってきます。はい、お願いします。はい、しっかりね、買ってきました。で、ね、今回ね、冷蔵庫ちょっと積んできてるんで、冷蔵庫に入れてね、冷やしてくれると思います。 OK。 ということでね、車に戻ったんですけども、なんか雨が降ったみたいですね。でも、この雨はね、まあ、なんか遠い雨で、そのうち止むらしいんで、もうね、気にせず先に進みましょう。出発です。よし、行きましょう。で、食料品もね、しっかり手に入ったんで、もうね、キャンプ予定地の方に向かおうと思うんですけども、その前にね、なんかね、雨が土砂降りになってきましたね。ちなみにね、今の高知の天気予報は晴れです。はい、ということでね、こちらが仁淀川ですね。めちゃめちゃ綺麗な川でね、エメラルドグリーンで有名な川なんですけども、めちゃめちゃ雨が降ってきました。ちょっとこれは激しいな。今日はね、快晴のはずだったんですけども、土砂降りです。止まりましたね、これは。あ、すごい。こんなところにもトイレがある。川辺にね、お手洗いが多いです。あのね、この車、めちゃめちゃ運転しやすいですね。パワーもあるんでね、アクセルちょっと踏むだけで前に進むんで、めちゃくちゃ楽です。雨がめちゃくちゃ激しいですね、これ。スコールレベルのね、雨が降ってます。とりあえずね、雨が止むことを祈りながらね、先に進みましょう。はい、雨もね、だいぶ収まってきましたね。で、今ね、キャンプ場の方を目指して移動してるんですけども、実はね、もう結構いい時間でお腹も空いてきたんで、まずはね、お昼ご飯にしましょう。
で、この辺にね、道の駅さんが一軒あるんで、そちらにね、寄らせていただいてご飯にしたいと思います。よいしょ、はい、到着ですね。よし、はい、こちらはね、道の駅和紙工芸村クラウドさんっていうね、道の駅さんですね。こちらはね、宿泊も可能な道の駅さんなんですけども、我々のね、事前の調査によると食事はできるけども、こちらはね、ちょっとあの美味しいけどもいいお値段するらしい。それに比べてね、こちらの方にあるうどん屋さんはね、リーズナブルで楽しいものが食べれるらしいんでね、こちらでね、ちょっとご飯いただきたいと思います。行きましょう、行ってみましょう。 JA のね、特産センターらしいです。道の駅でいろいろと複雑なんですね。お野菜なんかもね、売られてますね。でもね、目当てはこちらですね。これですね、おうどんなんですけども、四国うどんというおうどんで、麺が黒いんですよね。で、天ぷらそばか山菜そばが選べるんですけども、四国うどんもね、生姜とみょうが入りの天ぷら入りか山菜入りか選べるんで、500円でいただけるんで、こちらもいただいてみたいと思います。お願いします。どっちがおすすめですかね。じゃあ天ぷらで、はい、どうも。天ぷらはね、中国と苗が入ってるんですけど、赤いのが、ね、多分人気ですね。美味しいです。で、いろんなね、食べ物が売られてるんですけども、お酒ありますね。せっかくね、こっちの方まで来てるんで、どうしましょう、土佐ブルをね、一つ購入してあげましょうかね。高知の辛口のお酒、土佐ブル。でね、いろんな食べ物がね、売られてるんですけども、日系味の寒天とか売られてるんですよね。こんなの初めて見ました。高知で有名なのかなと思ったら、奈良県大和郡に作られてるそうです。であとね、刺身こんにゃく売られてますね。高知県産黄金生姜っていうのを使ってるらしいです。へえ。まあでもね、こんなにね、量食べれないんで、今回我慢しましょう。はい、じゃあね、いただきましょう。はい、お願いします。はい、すいません、ありがとうございます。はい、土佐ズル買いました。ちょっと土砂降りですね。はい、ということでね、ご飯美味しくいただいて帰ってきたんですけども、こちらね、実はこの道の駅さんの方はお風呂があるんですよね。で、僕はね、こちらでお風呂に入ってから先に進もうかなと思ってたんですけども、あのうどん食べてね、体がポカポカして汗もんではいるんですけども、なんかすごいジメジメしててね、なんかお風呂に入りたい気分ではなくなったんで、もうね、先を急ぎたいと思います。はい、とりあえずね、うどんはすごく美味しかったです。じゃあね、天気予報に反して雨が降ってますけども、先を急ぎましょう。出発です。はい、でね、この辺近くにね、道の駅とは違って水辺の駅っていうね、珍しい駅があるんで、そちらの方にね、ちょっとね、寄ってみたいと思います。はい、こちらですね、到着です。よっこいしょっと、到着。はい、ということでね、こちらはね、水辺の駅愛の里仁淀川さんですね。なんかどっかで聞いたことがあるフレーズですね。行きましょう。むき油っていうのが売られてますね。かむきの油らしいです。何に使うものなんでしょうか。初めて見ました。ああ、いろいろ美味しそう。お惣菜なんかもね、売られてますね。美味しそう。瓶に入ったコーラ売られてますね。すごい珍しいものがありました。これですね。これね、高知のブランド卵の土佐次郎です、ね。これ売られてるの初めて見た。かなり高級な卵なんですけどもね、売られてるんですね。いいですね。これちょっといただきましょう。これはいいのがありました。全然食べたことあるんですけどね、めちゃめちゃ美味しい卵なはずです。こちらをね、いただきましょう。
はい、ありがとうございます。いいのがね、手に入りました。なし。はい、あのね、いいのが手に入りました。400円でした。トソジロはね、1、2年ぐらいで鳥をね、入れ替えるような卵らしいんで、すごくね、レアな卵なんですけども、こちらでね、購入できてよかったです。びっくりです。ちなみにね、トソジロはさっきの道だけでも売ってませんでした。はい、よし、じゃあね、行きましょう。で、今回ね、キャンプをさせてもらおうと思っている場所なんですけども、仁淀川沿いにはね、カーブの方に降りていける無料のキャンプ場っていうのがすごくたくさんあって、中でもね、目をつけている場所はシャワーもあって綺麗なトイレもあるっていうね、すごくいい場所ではあるんですけども、雨が降ってて川辺なんで、ちょっとね、どうかなって思うような点もあったりはするんですけども、とりあえずね、まずはそちらの方行ってみたいと思います。ちなみにね、想定外の事態です。ここですね、黒瀬キャンプ場さんです。よし、行ってみましょう。炭が売られてますね。1袋600円、トイレの当時は、ね、1個1000円。すごい。こっちがね、有料施設のログハウスなんですけども、こっち方面ですね、ここがね、キャンプ OK なキャンプ場になってるらしいです。で、この辺ね、どこでテントを張ってもいいらしいんですけども、ちょっとね、下の状況わからないんで、あえて確認して良さそうな場所にね、止めてみたいと思います。はい、ということでね、だいぶ頑張って車両をね、セット完了しました。雨が降ったんでね、ちょっとこの辺の水かさがどのぐらいあるか全然見当がつかないんで、もうね、わざと相当高い位置にね、車を止めました。で、ただしね、この辺砂場で傾斜してたんで、タイヤの下にね、こんな感じで石を這わせて車を持ち上げました。ちなみにね、カースロープは埋まるんで、ここではカースロープ使えません。で、ここまでやったらね、車縦方向はね、水平だったんですけども、ちょっとね、横方向はまだね、少し傾いてるんですけども、まあこれぐらいならね、大丈夫なんで、よしとしました。で、ちなみにね、もっとこっちの方に止めたら川の目の前なんで、僕もね、この辺止めたかったんですけども、この辺はね、もう砂がふかふかすぎてから、車がさっきはまりかけたんで、もうね、泣く泣くこっちの方のね、少し硬い地盤の方に持ってきました。ちなみにね、向こうの方は結構大きい玉砂利で、地盤も硬くて良かったんですけども、買い物ね、車で入ってて、車をダメにしてもやばいんで、ちょっとね、やめときました。はい、はい、ということでね、現在の時刻は3時半で、まだだいぶ早い時間ではあるんですけども、もうね、ゆっくりさせていただきたいと思うんで、車をね、なんだろう、キャンプモードっていうんですかね、の方にね、変更してみたいと思います。で、まずはね、サイドオーニング出してみましょう。で、僕はね、実は車中泊は長いんですけども、サイドオーニング自体ね、出すのは初めてなんで、ちょっとやってみようと思うんですけども、こうか、両方のベルト外して、はっはっは、あ、くる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 っと、あ、こうなってるんだ、はいはいはい。で、すいませんね、ど素人なんでね、この上に関しては、あ、こうやって伸ばすんだ、ここに棒が2本ありますね。で、こっちもこうやって伸ばして、穴に入れて、よいしょ、回した、おお、いい感じ。あとね、ちょっとこの辺止めましょう。はい、ということでね、できました。正直なところね、全くやり方知らなかったんで、最初の方はね、届いてたんですけども、コツをつかんだらね、一人で簡単に立てられました。バッチリですね。はい。ということでね、もうこの下側あたりでね、のんびりね、過ごさせてもらいたいなと思うんですけども、実は今回、高知日産プリンスさんの方から、このね、辺のものも貸し出していただいてまして、というのが、机とか椅子とかランタンとか、照明用の電源とか、寝袋とかなんですけども、これら一式もね、車を貸し出していただけるときにお願いしたらね、無料で貸し出してくれる分らしくて、僕もね、いくつか持ってきたんですけども、もう今回ね、お言葉に甘えてこちらをね、お借りさせていただくことにしました。だからね、車を借りたらキャンプグッズもついてきたっていう格好ですね。ちなみにね、これ以外に焚き火台とかこうヘルフとかいろいろあったんですけども、今回ね、借りるものばっかりお借りさせていただきました。はい、ちょっとね、ちょっとくつろぎセットを出しましょう。よし、はい、わあ、いい椅子で、ポータブル電源の中にはね、これですね、照明用のケーブルが入ってて、これはね、この部分にね、 LED ライトがセットされてるみたいなんで、このケーブルを挿してちょっと閉めて、で、あとはね、この部分に挿したら、これでオン、おお、ついた、
へー、すごい照明もバッチリですね、これ。たらで、あとね、後ろのコーナーの部分にもオーニングがあったから、これをベリベリっと外してザラッと垂らしたら長い布が出てくるんで、こんな感じで広げることもできるらしいんですけども、もう今回ね、外曇ってるんで出さずに置くことにしましょう。はい、ということで、ね、完成ですね。今夜の城ができました。意外とね、早くできました。 OK ですね。で、ちょっとね、ゆっくりしたいところがあるんですけども、もうね、このタイミングで車内をね、ベッドモードに変更していきましょう。で、ベッドモードにね、変更するには相当簡単で、まずはね、基本はこちららしいんですけども、まずはこちらの足をこう伸ばして内側からね、ロックを外すと、そしたら片側完成で、お次は反対側のロックを外すと、これで後ろ半分完成。あとはこの分ですね、をここにマジックテープがあるんで、ここに乗せてセット、これ完了で、反対側も乗せて完了。これでね、出来上がりです。この状態でね、真っ平らなベッドができました。これめちゃめちゃ広いです。180はありますね、絶対に。後ろから見たらね、こんな感じです。すっごい広いです。で、広いのにこの下側にね、こんな感じで収納があるんで、僕が持ってきた、収納ボックスなんかもね、全部ね、中に収まってる状況です。これはね、相当便利ですね。はい、ということでね、もうゆっくりできる準備が整ったんでね、ちょっとね、しばらく外でのんびり過ごさせていただきたいと思います。はい、5時ですね。雨はもうね、止んでるんですけども、だんだん外が涼しくなってきました。で、お腹もね、空いてきたんで、そろそろ晩ご飯食べたいなと思うんですけども、その前にね、体もね、ちょっとベトベトしてるんで、シャワー浴びに行きましょう。向こうの方にね、シャワーがあるんで行ってみたいと思います。よし、準備がね、できたんで行きましょう。これはね、僕のお風呂セットです。ですね、こちらがお手洗いで、こっちがコインシャワーですね。嬉しいことに3本100円で利用できるみたいです。でもね、どうなんだろう、あ、嬉しい。中はね、かなり綺麗なシャワーではあるんですけども、きちんとね、お湯も出るみたいですね。これはありがたい。おー、嬉しいですね、これは。よし、じゃあちょっとシャワーね、浴びさせてもらっていきたいと思います。行ってきます。また意外と短いです。まだね、頭しか洗ってないので、次からね、課金します。はい、気持ちよかったです。よいしょ。はい、あのね、すごい気持ちよかったです。ちなみにね、今日はさっきまで雨が降ってたんで、金曜日なんですけども、利用者ゼロですね。はい、ただいま。はい、ということでね、お風呂にも入ってさっぱりしたんで、もうそろそろ晩ご飯の準備にね、取り掛かろうと思うんですけども、今日はね、お肉とかをたくさん買ってきてるんですよね。ですので、ね、今夜はもうキャンプといえばね、焼肉なんで、焼肉をね、ちょっと楽しみだと思います。で、お肉を焼くにはね、コンロが必要なんで、インスタントグリル買ってきました。これね、高温のやつですね。で、これをね、こんな感じで焼いたら熱が下に伝わらないんで、凍った分の上でも焼けることは焼けるんですけども、今回ね、この机は借り物なんで、このままちょっと焼くのはね、まずそうなんで、ね、今回こういった板材を用意してきましたんで、この分にね、置いて机の上でね、焼いてお肉をいただきたいと思います。で、ちょっとね、気持ちばかしの飛び散り防止だけをしておいて、なんかちなみにね、今風はね、こっちから向こうに向かって吹いてます。で、これはね、こうやって火がついたら炭に火がつくんですけど、落ち着くまでね、時間かかるんで、しばらく放置します。はい、あのね、30分経過しましたが、こんな感じで火がね、なかなかつきません。ダイソーのね、300円の上よりもちょっとつきづらいですね、これは。火をつけてからだいたい1時間ぐらいがね、
計画しました。起き具合はね相当弱いんですけども、まあちょっとはね暖かくなったんで、もうねこれでお肉の方焼いていきたいと思います。で、焼くのはねこちらですね。これはね豚バラと牛カルビと豚トロが入ってるお肉のセットで、ファミリーセットと書かれてるんですけども、僕は相当なバラなんでね、ファミリーじゃないのに買ってきてやりました。はい。で、もうねお腹も空いたんで焼いていただきましょう。まずはやっぱし豚バラですね。あのねお肉の焼ける音が全然聞こえてきません。焼けませんね。時間がめちゃめちゃかかってます。よし、なんとかね焼けてきましたね。これ美味しそうにできてますよ。おいじゃん、いただきましょう。なんかね僕は最近したんですけども、焼く箸とね食べる箸を一緒にしたらお腹を下しやすいっていう風に言うんでね、そう違う箸持ってきます。箸だとね間違えそうなんでフォーク持ってきました。で、はい、でねいただこうと思うんですけども、焼肉にはタレが必要ですよね。ですので、ね、晩餐が入ってきました。で、いただきましょう。ね、火は弱いですけどね、じゃんじゃん焼いていきましょう。こっちもね、だいぶいい感じに焼けてきたんで、本気にね、いただきながらゆっくりしましょう。いただきます。あー、めちゃめちゃ美味しいです。今ね、家でお酒飲んでないんで、車中泊する時だけね、お酒飲んでるんで、たまりません。多分ね、普通は逆なんですけどね。はい、ね、だいぶお肉食べれたんで、いよいよね、次は、このね、美味しそうなお肉を焼こうと思うんですけれども、この分だったらね、ちょっと火力が弱すぎてから、多分油が全部逃げちゃうと思うんですよね。だからね、これはちょっとフライパンもできてるんで、手伝いで焼こうと思うんですけども、その前にね、この、今ね、起きてる火の方で、鶏皮をね、焼きましょう。もうこれはね、置いて、塩コショウ振って、放置しとけばね、そのうちできると思うんで、もう、どんどんね、並べてやっていきたいと思います。ちなみにね、この鶏皮、すごい、身がねしっかりついた鶏皮で嬉しいですね。あ、ちなみにね鶏皮ってね食べ方あんまし知らない人もいるかもしれないけど、低温でねじっくり焼いたらめちゃくちゃ美味しくなるんで、ワンフライヤーでね200度で10分焼くとか、こんな感じでね塩コショウ振ってしばらく放置したら美味しくできるので、ね、皆様もご家庭の方でやられてみてください。で、お肉にはね今回ステーキソースを買ってきたんですけども、これねシーズニングの粉がついてるんでまぶして焼きましょう。で、置いて点火、ひっくり返しましょう。よいしょ、おお、いい感じいい感じ、うまそう。よし、そろそろねいいでしょう。よしよし、かけて、OK、いただきましょう。いただきます。おー、綺麗な断面。めちゃくちゃ美味しいです。うわー、ありがとうございます。美味しい。で、ちょっとね、ゆっくりもしとられないんで、ちょっとね、こっちの鶏皮がね、あんまし思ってる以上にうまく焼けてないんで、もうね、鶏皮だけをね、焼いて、パリパリの鶏皮に仕上げましょう。ちょっと火力がね足りませんでした。こっちは、あ、まあ、これはちょっとこれでもう入れときましょうか。パリパリの鶏皮はねこっちだけで仕上げます。並べて蓋にねくっつきにくいホイルをして蓋して焼くだけです。これでねもうしばらくしたらできてます。で、あとはねちょっとゆっくり食べたいんですけども、もうねビールがちょっとなくなってから、で、あと今ね結構寒いんで、お昼にね仕入れた日本酒をねいただきましょう。土佐鶴ですね。土佐鶴はね高知県のお酒です。いただきます。あー美味しい。おーいいですね、土佐鶴最高です。ということでね、しばらく好きながら待ちたいと思います。どうでしょうか。おー
感じできましたね。よし、いただきましょう。で、こっちのね、炭で焼いた部分もできたみたいなんで、いってみましょう。はい、出来上がりはこんな感じですね。仕上がり具合はね、両方変わらないんですけども、フライパンでやった方がね、半分の時間でできましたね。で、塩コショウ振ってないんで、ざっと振っていただきましょう。いただきまーす。美味しい。上手にできてます。こっちがね、フライパンで仕上げた方ですね。で、炭で焼いた方は、好みはもちろんあると思うんですけども、個人的にはね、フライパンで焼いた方がサクサクして美味しいです。よし、じゃあね、僕もあとはゆっくりのんびりね、ちょっとこちらの場所でさせてもらいたいと思います。はい、ということでね、人通り旅で完食です。お疲れ様でした。で、これらはね、ちょっと残ってるんですけども、これはね、冷蔵庫を今回持ってきてるんで、この中に入れてね、冷やしてくれると思います。で、あとね、天気が回復しちゃってるんだけど、めちゃめちゃ今冷えてるんで、もうね、ちょっと車に戻ってね、ゆっくりしたいと思います。とりあえずね、パッと片付けます。はい、片付けね、終了です。動物だけね、洗いそうなものは全部下げました。で、車の方もね、休む準備ができたんで、もうね、寒いんで中に入ってゆっくりね、過ごさせていただきたいと思います。はい、ということでね、車の中に入ってきました。で、車の中でね、ゆっくり過ごそうかなと思ったんですけども、もうね、今日は眠いんで、このまま休みたいと思います。で、なんかね、今晩は寒いらしいんですけども、風邪ひかないように眠くに振る舞った状態で朝を迎えたいと思います。じゃあね、お待ちください。で、ご飯蒸らしてる間にね、目玉焼き切りましょう。